理由を伝えてきます。はい、降りてきてる、降りてきてます。まあ、今回は龍神ツアーということで龍の話を少ししてくださいということでデュアルさんにね、言われまして、今日ちょっとお話をさせていただくということになっております。おそらく龍とかスピリチュアルとかね、そういったものに関してはあんまり興味がないとか馴染みがないという人もいるかもしれませんけれども、少しだけねお話を聞いていただければと思います。きっと皆さんにもお得な情報になると思います。少し自己紹介をもう少しさせていただくと、龍神作家慎吾、私はですね、もともとサラリーマンをやってまして、今は作家をやってます。で、まあ、作家として龍の本をですね、10万部ほど出させていただいて、今はまあ自分らしく生きてるんですけれども、昔は全然自分らしく生きることができていませんでした。まあ、サラリーマンをやってまして、うつ病になっちゃったんですよね。心も体ももうボロボロ。皆さんそんなことありませんか？生きててピンチになったこと、精神的に病んでしまったこと、うつ病になったっていう人、そういう人もしいたらちょっと手を挙げてください。ありがとうございます。結構いらっしゃいますよね。人生にはそういうことってあるんですよ。心と体をダウンしてしまうということがね。そんな時に僕は神社やお寺に行きまくりました。そこで出会ったのが龍神様だったんですね。龍神様、そう聞くだけだとちょっとねファンタジーのような感じがするかもしれませんけれども、実は龍神というのは実在するんです。僕は高野山の奥の院という場所で龍神様を実際に肉眼で見てしまったんですね。って思うかもしれないけれども、でも実際ねそういう人いらっしゃるんですよ。この中で龍を見たことがある、感じたことがあるという人いますか？あ、結構いますよね。ほら、ってなるでしょ。皆さんの知らない世界があるんですよ。で、それを僕がですね一生懸命一生懸命本に書いて皆さんにお伝えしてるんです。 YouTube とかでもお伝えしてるんです。で、そんな活動をして、いましたところですね、まあ、ある時にまあ、共通の知人というかね、デュアルさんの知人であり僕の知人であり、まあ、佐藤さんという方がいるんですけど、佐藤さんのですねお店にポスターが貼ってあって、それがデュアルとの出会いでした。社長バンド、むちゃくちゃ珍しい人だけどな。だっていないでしょ、社長バンドなんていないよね。しかもボーカルが年商30億円、やばくないですか？しかもポスターのに写っているそのボーカルの人が怪しい鈴を持ってるんですよ。で、僕スピリチュアルだから、ああいう鈴って見たことあります？楽器じゃなくて、あの神社とかでこう鳴らす鈴ですね。ああいう鈴っていうのは限られたそういう直感力がある人しかキャッチできない。その鈴を持ってアーティスト写真撮るなんて絶対ないんですよ。もう好きな人確実確定なんですね。だから絶対に仲良くなれると思って、8月の16日かな、恵比寿のリキッドルームのライブに行きました。
そしたら年商30億円の男が、僕は素人です、音楽やったことありません、でも3年で武道館に行くと決めてます、だから絶対に武道館に行くんです、応援してください、よろしくお願いしますって言って頭をガブガブ下げたんです。かっこいいなと思いましたね。皆さん年商30億円あります？なんかある人もいそうだけど、本業の人たちにはでもあんまりいないと思うんですよ、年商30億円になった人っていうのはね。で、年商30億円の男が自分の夢に向かって頭を下げて、かっこいいじゃないですか、むちゃくちゃ応援しようと思いました。そして彼のオフィスに僕は呼ばれました。 彼のオフィスに行ったら、もっとすごいことが待っていた。何が待っていたかというと、彼はジュエリー会社の社長、骨董品屋さんですね。だから神様のものをいっぱい集めてるんですよ。彼のオフィスには仏像や神様の絵画、そういったものがもういっぱいに並んだ神部屋という場所がありました。僕はその神部屋に招待されて、そこで宮田さんと会ったんですね。宮田さんもすごい、宮田さんってすごいんですよ。何がすごいのかちょっと具体的に出てこないんですけど、いやいや嘘です、それすごいんですよ。だって成田さんの地主のその家系の人でしょ。で、僕はたまたまね、成田さん新勝寺の表参道で龍神様開業というお店をオーナーとしてやってるんですよ。皆さん入り口のところに龍の大きな置物ありましたね。あれは龍神様開運堂の店長がいます。金龍店長です。あの龍の背中に乗って写真撮っていいですよ。皆さんぜひ帰るときにね、写真撮っていただけたらと思います。そして宮田さんと、なんと僕の自宅がとっても近所、すごい近所なんですよ。近所にドラッグストアがあるんですけど、宮田さん普通に出てくるんですよ、そこから。あ、龍の人だっつって。それぐらい近所、こういう信じられないような偶然というのをシンクロニシティと言います。シンクロニシティ聞いたことありますか？聞いたことない人もいるかもしれません。要は運気が上がるということですね。運気が上がる。皆さん運気上げたくないですか？今日のライブ、デュアルのライブを自分の体の中にね取り込むことで、皆さんの運気は100倍200倍になります。なぜかというと、僕がデュアルと会って運気がむちゃくちゃ上がったから。いいですね。だって翔太さんなんてちょっと頭、あ、ごめんなさい、頭おかしいじゃなくて、普通じゃないやり方をしています。彼はね、通常じゃないやり方をしています。どうやって年商30億円稼いだか、引き寄せの法則だったんですね。引き寄せの法則って聞いたことありますか？自分の願いを引き寄せてくるんですよ。自分が頑張る、もちろんそれもあるかもしれないけど、自分がこういう未来に行きたいなと思って、その未来を自分に手繰り寄せてくるのが引き寄せの法則です。それで年商30億円いったって言うんですよ。すごくないですか？頑張ってないんですよ。いや、頑張ってるところももちろんあると思うんだけど、彼一人の力でやってるんじゃないんです。彼以外の大きな力で年商30億円をやってるんです。そしてこのトヨスピットですよね。デビューして2年目のアーティストがトヨスピット満席なんて絶対にありえないんですよ。そうでしょ、音楽業界の皆様、2年でトヨスピットですよ。しかも見てください、周り満員じゃないですか。今日超満員だそうですよ。すごいですよね。超満員ですよ。いや、彼らはお金があるから借りれたんでしょ、そういう話じゃないの。超満員にしちゃうんですよ、2年目で。千葉テレビで冠番組も持ってるしね、これからいろいろタイアップもあって映画も出ていって、さらには来年武道館が待ってるわけですね。そんな彼らの波動を一身に浴びる、そういうチャンスが今日なんですよ。その価値を伝えたくて僕はここに立っています。 ありがとうございます。今から皆さんが浴びる2時間の音楽というのは、あなたの人生を間違いなく変えるんです。
その覚悟ができてますかっていうことを僕はまず聞きたいんですね。ただ音楽を聴きました、友達から誘われてきました、もちろんそうかもしれない、それでもいい、でも皆さんには目に見えない何かしらの力が働いてここに引き寄せられてきてるんです。そして人生を変えることになっちゃってるんです。今これね、今19時10分でしょ、終わるのが21時ぐらいですよ。2時間後には全く違うあなたに変わってしまっています。それは翔太さんが背中に入れている龍神様、翔太さんはね龍使いなんですよ。初めて神部屋で会った時もレインボーの龍が彼の頭の上に見えました。そして彼はレインボーの龍を携えていると自分でも自覚があります。レインボーの龍、そして神様は目に見えない存在ですね。自分の力だけではどうしようもない、そういう大きな出来事を起こすためには神様や龍神様の力が必要なんです。僕もこうやって3000人の前でお話をさせていただいている、こんな奇跡はありません。皆さん信じられないかもしれない、スピリチュアル怪しい、うさんくさい思うかもしれない、でもちょっとだけでもいい、今日一日彼らの龍の背中に乗ってみませんか。龍の背中に乗ったら運気が上がるんです。だんだん優しくなるんです。貯金も貯まるんです。いい仕事にもありつけるんです。どうしてそんな未来を皆さん描かないんですか。いいですよね、そういう未来。翔太さん、宮田さん、そしてたくさんのピースのメンバーも、デュエルのメンバーも今日を勢ぞろいして皆さんに思いっきり愛を注ぎます。ですからその愛を皆さんにね、受け取れるようなちょっとした今日は儀式をやりたいと思います。はい、龍のエネルギーを受け取るために必要なこと、それはハートを開くということです。ハートを開く。少し皆さん軽く目を閉じて、そしてここの心臓のところにね、両手を当ててください。そしてご自身のハートを感じてください。バカバカしいなと思うかもしれないけど、少しやってみましょう。はい、ありがとうございます。ちょっと軽く目を開けていただいて、こちらは翔太さんも使っている鈴ですね。神社で用いられている鈴です。玉城神社という奈良県十津川村にある神聖な場所でいただいてきた鈴です。こちらの鈴の音色で皆さんを浄化したいと思います。皆さんについている邪気、余計な観念、エネルギーを全てこの玉城神社さんのお鈴で浄化していきます。では軽く目を閉じて、そして軽く頭をお下げください。はい、さあ皆さんの願い事を一つ思い浮かべてください。今日この会場に来ている龍、その龍はとても巨大な龍で、皆さんのことを歓迎しているようです。会場に入った時から龍のエネルギーを感じてました。この大きな龍と、そしてリアルの龍とが共同創造で、あなたの願い事を一つだけ叶えてくださると言っています。さあ皆さんの願い事は何でしょうか。一つ、そういった目に見えない存在が叶えてくれる夢があるとしたら、それは何でしょうか。その夢を思い浮かべてください。そしてできるだけ具体的に、どういう夢が叶ったらいいのか、何人でやるのか、お金はどれぐらい必要なのか、時間はどれぐらい必要なのか、そういった夢を全部全部思い浮かべてください。はい、明暗ありがとうございます。今皆さんに夢の種を一つ皆さんの心の中に植えました。今日リアルの姿を見たら必ずその種は発芽します。私の役割はここまでです。
あなたの中に自分の夢の種を見つけてもらうところ、ここからはデュアルさんの仕事です。必ずやデュアルのエネルギーを浴びると、私も何かやらなくちゃ、何かやりたいという思う、そういう気持ちが芽生えてきます。ぜひ2時間彼らの夢を応援してあげてください。龍神ツアーファイナルスタートです。ありがとうございました。